グリーンズのホームページをご覧の皆様、シーズサマーのみこです。はじめましての方ははじめまして、私は、フェノタスというバンドのボーカルでデビューをして解散して、ソロプロジェクトシーズサマーというのを立ち上げて、今回初めて自主企画を開催することになりました。3月の25日に、大阪の福島セカンドラインというライブハウスでやらせていただきます。タイトルがルームシェアというタイトルになっておりまして、これは私がすごい、ね、ルームシェアをするのが夢なんですよ。っていうのも、なんかこう友達と喧嘩したこととかがあんまりなくって、なんかその喧嘩する時の情熱的なパワーだったり、なんかこう日々を一緒に過ごさないと見えないものだったり、そういうものをこう分け合えるっていう感覚がこうルームシェアってそういうものかなって私は想像していて、そういうものを例えばライブでさらけ出し合えたらとっても素敵なものになるんじゃないかなと思って、今回そういうライブにできたらいいなと思い、このタイトルにしました。今回一緒に出てくれるのが、バンド時代から仲良くさせてもらっている難波志保ちゃんと、あと今回初共演のもしもの皆さんということで、難波志保ちゃんは最近の曲で、ミュージックビデオにも出させてもらったりとか、結構交流があって、お友達なのでこうリラックスした空気 でもしもの皆さんとは、初めましてなんですけど、もうちょっと初めましてとは思えないぐらい最初からこうさらけ出してライブをしようと思っているので、ぜひ皆さんも来てほしいし、そして普段は見せないものをさらけ出し合えたらなと思っておりますので、ぜひぜひ足を運んでください。3月の25日大阪の福島セカンドラインお待ちしております。よろしくお願いします。